安定重賞係員が離れました。体制完了、スタートしました。ややばらついたスタート、インプレスとダッシュがつきませんでした。さあ先行争いですが、まずは内から3番のノッキングポイントかわすようにサトノルークス、外からは7番のフラーズダルムです。わずかに前は4番のサトノルークス、新潟出身、長野竹蔵鞍上ですが、これをかわしていきますフラーズダルム。そして2馬身切れました、エクスプロージョン、ブラバス、そして外の方ではファイウェン、内から3番のノッキングポイント、ここまで下げました中段1段です。13番のプラダリア、中段の外目、その内につけているのが11番のバラジ、最内1番人気のサリエラ、前までは 4,5 馬身というところ、そして内から2番のグランオフィシエ、大外14番のマイネルビルトス、間から8番のインプレス、そして緑の帽子が新潟校舎、重賞3勝ユーキャンスマイル。さらに2馬身3馬身と切れまして、人馬ともに重賞初挑戦、12番のイーサンパンサー、小林美久鞍上です。前は間もなく外回りコースの3コーナーをカーブしていこうというところ、前半の 1000m を今通過していきました。1分0秒6というタイム。さあ逃げているのは7番のフラーズダルム、鞍上松岡正美、マイペースに持ち込みました。2馬身リードで4コーナーカーブ。さあその後ろにつけているのがブラバス、そして内の方ではサトノルークス、外から10番のファイウェン、こういったあたり、その内につけているのはエクスプロージョン。長い直線に入りました、逃げるフラーズダルム、リードまだ2馬身があります。2番手6番のブラバス、さあそして外から13番のプラダリア、14番のマイネルウィルトス、さらには9番のユーキャンスマイル、外どーっと広がって前を確保になりました。内からノッキングポイント、現在2番手か、外からはブラバス、エクスプロージョン、並んで前を追う、そして前並んだか、外から13番のプラダリア、大外からはマイネルビルトス、ずらーっと一線並んでの混戦となりました。わずかに内から3番のノッキングポイントか、それとも5番のエクスプロージョンか、大外から9番のユーキャンスマイルも突っ込んでまいりました。前はしかし3番のノッキングポイント、3歳馬が制しています。ダービー5着という実績もありました、安城北村、好騎乗。